T-Rex のような迫力、ラプトルのような身軽さ、アロサウルス。まあ、この怪獣、恐竜は全恐竜の中で僕が一番好きな恐竜なんですよ。そんな僕の名前は、まあ、こちらのアロサウルスは1億5500万年前から1億4500万年前の中世代ジュラ紀後期に生息していた大型肉食獣脚類で、まあ、中型っていう表記もあるんですけど、平均的な全長は 8.5 メートルなんですけど、12メートルに達していたと推定される個体の化石の断片も発見されてるんですよね。ジュラ紀の王様として有名で、今回のジュラシックワールドの映画にも。ちなみに何を隠そう、このアロサウルスが進化したのがこのゴロザウルスですからね。はい。まあ、そういったところも好きだわ。ちなみにこのフィギュアは前回同様、フランスのパポチャっていうメーカーから発売された商品で、4000いくらで購入しました。今回もかなりクオリティが高いです。高さはだいたい10センチほどで、全長は25センチほどになります。前回のティラノサウルスと比べると、約二回りぐらい小さいですかね。スピノサウルスと比べるとかなり差がありますね。子供みたいな感じです。まあ、ティラノサウルスとの比較はね、後でじっくりしたいと思いますので、まずはアロサウルスを見ていきましょう。いやーもう、イケメンすぎかっこよすぎる。まあ、触れないわけにはいきません。アロサウルスの一番の特徴、この目の上の突起、この飾りですよね。これがかっこいいんですよ。僕がアロサウルスを好きな一番の理由がここにあります。小学生の頃もここに魅了されたんですよ。ここですね。これがかっこいい。ここは類骨が発達したものだと言われていて、目の日焼けとか自分の力を誇示するために使われていたと推測されてるんですよね。だからここが大きい方が強いみたいな感じだったりするのかな。なんかこの目の上の飾りは、なんだろう、小学生ながら人間で言う髪の毛、ワックスですよね。これがオシャレかっていうのをアロサウルスから学んだのを覚えてます。本当に。だからアロサウルスがオシャレの原点と言っても過言じゃないんですよ。この突起物によってこうちょっと悪さもあるんだよ。本当女の子にモテそうな顔してる。そしてこの口、よーパカッ、おー結構開く、いいですね。歯の塗装がかなり丁寧です。ティラノサウルスと比べると歯がかなり小さくて細かいですね。いやーほっそりしてるな。このシャープな肉付きがたまりません。この下からの角度の顎、かっこいい。やばいね。下の塗装も素晴らしいです。上顎の上の方の塗装もね、しっかりなんか彫られてていい感じですよ。目は3層に分かれてますね。細かく塗られてます。ただ左目は分かりますかね、茶色い丸がちょっとずれてますね。ちょっと左寄りになってるね。まあ遠くから見たらそんなに気にはならないけど、まあ造形に目を奪われがちだけど、この彩色もやっぱ半端ないな。どうやったらこんな彩色できるんだろう。何色に分かれてんだろうねこれ、ほんまに。ちなみに顔の骨もね結構軽くて、噛む力もティラノサウルスほど全然なかったと言われています。 T-Rex と比べてもかなり顎が小さいのが分かりますよね。こう前から見ても顔の幅が違いますよね。 T-Rex の方は立体感がありますね。アロサウルスはかなりほっそりしてます。そしてここの突起物、これオリジナルかな。これがあることによってより不良感が出てイケメン感が出てるよ。首もちょっとほっそりしてますね。ただ頭は大きい。素材は前回と同じで PVC でかなり硬いですね。そしてアロサウルスの好きなポイント二つ目、この太い腕。いやーこれだよ。なんじゃこの腕。三本の爪がねしっかりと出てるんですよ。親指に当たる爪が一番大きいんですよね。ティラノサウルスみたいに顎が発達してなかった代わりに、こんな感じで腕が発達してるんですよね。体はだいぶ小さいのに腕だけは T-Rex よりも大きいです。ちなみにこの辺は硬いんですけど、腕のここはね柔らかいんですよ。ふにゃふにゃしてます。この太い腕があることによってバランスがかっこいいんだよね。いやーすごい絶妙なバランスですね。そしてアロサウルスってかなり獰猛と言われていて、ステゴサウルスと戦った後とか、アパトサウルスを襲った後とかね、結構好戦的な恐竜だったんじゃないかなって言われてるんですよ。そして結構大きいのに群れで狩りをしていた説もあって、なんかほんと大きいラプトルっていう感じですよね。そしてここにも微妙な突起物ありますね。なんかアクロカントサウルスみたい。いやでもこの上の方はちょっとなんだろう、甲羅みたいになってるね。ボコボコした。オリジナル要素は高いのかもしれませんね。この背中のボコボコの流れが足にもこう来てると。この流れいいよ。好き。なんかカビみたいだけど。いやー、彩色バランスが素晴らしい。足は太いですね。ただティラノサウルスほど長くないんですよね。若干短めという。原始的な形になってます。足の爪もティラノサウルスほど尖ってなかったと言われてるんですよね。牛のひづめみたいな感じと言われてます。ちょっとこれは尖ってるけど、ヒラメキンいいよ。ヒラメキン、あー発達してる。いやーこいつスポーツできんな。こっちの足もいいですね。彩色がいい。そしてお腹、相変わらずの玉袋。ここはちょっと硬いらしいですね。そしてここ見て、なんかここ腹筋みたいな胸筋みたいになってる。これ何？すごいねこれ。なんかこの辺ギャレゴジの皮膚見てるみたい。ここにも突起あるね。いやバランスが素晴らしい。
これ考えた人誰？このデザインと彩色。すごいんだけど、友達になりたいわ。LINE の。ここだけ見ると本当にワニみたいですね。この辺は個体差あんのかな？黒のさ、入れ具合とか。尻尾の先は微妙にこう柔らかくなっていて、危なくないように作られてますね。こういう配慮いいね。T-Rex 同様、この辺には縦縞が入ってますね。全体ではなく、後ろら辺だけ入ってるって感じか。はい、いろいろ見てきましたが、やっぱりこのアロサウルスって、T-Rex のような迫力、ベロキラプトルのような身軽さ、その二つの要素を兼ね備えた感じなんですよね。まあ、中途半端って思う方もいると思うんですけど、僕はやっぱりこのシャープで、迫力のあるアロサウルスが本当好きなんですよね。で、フィギュアの感覚だとティラノサウルスが12メートルだとすると多分10メートルぐらいの結構大きい個体のアロサウルスだと思うんですよね。だけど個人的には12メートル特大サイズのアロサウルスがちょっと見てみたい。そのサイズで T-Rex と並べてみたいんですよね。だとしてもかなりね細くて身軽なねフィギュアだとは思うんですけど、まあこのアロサウルスは本当に強いって考える人もいて、 T-Rex より強いんじゃないかってね考えてる人も一部いると思うんですよね。やっぱりこの大きい腕、そして素早そう、それによってこう早く立ち回ってヒットアンドウェイでこう足とかに噛みついたりとかしてうまくこう倒してね倒せたりできるんじゃないかとか思ったりもね。まあでもね、僕アロサウルスめちゃくちゃ好きだけど、さすがに T-Rex の方が強いと思ってます。はい、というわけで今回はアロサウルスをご紹介させていただきました。いや本当にフィギュアとして素晴らしいクオリティでした。まあ少しでもアロサウルスの魅力がね伝わればこれ幸いですね。まあこのアロサウルスって中型恐竜としては結構有名で、いろんな作品に出てるんですよね。ディノクライシスとかね。ただちっちゃいんですよ。まあ今回のジュラシック、まあいいや。まあね、多分ね、12メートルサイズの特大サイズのアロサウルスだと、こう T-Rex とね、キャラが被ってくるから、どうしてもこう中型恐竜として作品に出がちなんですよね。まあそういうちょっと悲しい宿命を背負ったところもまた、いい。まあそんな感じで今後も荒押しでいきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。いやでも俺が進化したのがゴロサウルスってのは良かったよ。俺の名前はゴジラの中で永遠に生き続け、あ、でもデザインの元はティラノサウルスだよ。またお前か。